今日の話は「ハック思考」という須藤健二さんの本の中から「ハック思考を身につける」という話です。同じインパクトから大きな成果を得られるように転換効率を劇的に高めることを「ハック」というんですね。で人と違う規則性や法則を見つけてその規則性や法則を構成するシステムの隙間に介入するとそれはどういうことかというと例えばですねエレベーターの待ち時間をどのように最小化するかという有名な問題があると。 これはあるオフィスビルでエレベーターの待ち時間がすごい長くていらいらするという苦情がさんしてすごい出たんですね、まあ、そしてです、ね、そのエレベーターの会社を呼んで,です、ね、じゃあ提案させたんです、どういう解決方法があるのそうすると3つありますと、1つはエレベーターの増設ですと、それからもう1つはです、ね、より高速なエレベーターへの機種変更ですと、でもう1つはです、ね、新たに開発されたエレベーターの制御装置を増設。 これをつけるんですといずれもですねえらい金がかかってなおかつですね、えー、工事期間も長くてその間はエレベーターを使えないそれでですねその会議はですね暗礁に乗り上げたんですねでまあそしたら夕方ごろになってですね、えー、本当に新人がですね、えー、いいですかと言って「各界のエレベーターの前に大きな鏡を置きませんか」という提案をしたんです。いやいや,やってみるかかかととうことであんんまりお金もかかんないしと そうしたところですねみんなかがあのエレベーターの前に行った時に自分の見出しの目を見たりあるいは後ろから来る例えば男性だったり女性だったりを見てですねそして気が紛れたんですねそのことによってですね苦情は一切なくなったということでこの問題は解決したとこれをハック思考というっていうんですねで、まあ、やってることは非常にシンプルでむしろくだらないなのに効果的これがハックだと。 極めて少ない労力とコストで大きな成果を上げる。これはですね、えー、いろんなところでですね、仕事、勉強、スポーツでいろんなところで使えるよという話なんです。で、どうして把握しないといけないのかというのにはですね、三つ理由があるんだと。まあ一つはブーカと言うんですけれども、これは非常にあの、えー、まあ4つの言葉からなってるんですけど、変動性とあるいは不確実性、複雑性、曖昧性という4つのキーワードからなっている。 まあこういう今時代に入ったんだと、まあそうするとですね出発先が分からなくなっちゃうんですね。そうすると例えば二番目にですね強制的にガラパラポンの時代に入ったと、まあこれは私たちの寿命を延び続けてにもかかわらず企業の寿命は三十年から半分になる。そうすると誰も職を三四回変えるという時代に入った。 あるいは人口減少、働き方こういうものがあるそうするとすべて考えていくと前代未聞のです、ね、無理ゲーといいます、えー、難易度が高い時代に入ったよという話。そうする